ミリペラチャンネル、ヤッホー、始まるよ。はい、ヨウスです。はい、メイヤです。今日はですね、日焼けの話。大事ね、女子。そうよ、日焼けの話よ。日焼け止め、夏になったらみんな塗るでしょ。うん、塗る塗るんですけど、日焼けじゃあ実際した後ってみんなどうしてんの。塗り忘れた、塗ってても日焼けしちゃった、もう黒くなっちゃったからもういいかって諦めてる人いません。います。いません。もう黒くなったし、もう今年はもういいかとかさ。男の人なんか特に日焼け止めにも塗らない人多いでしょ。塗らないで、でも黒くなったら放置しっぱなしでしょ、うん、それはね、もう絶対ダメです。分かってんだよね。絶対にダメですよ。分かってる。焼いた後、これ大事って話を今日はしたい。はい、日焼けするとほんまに老けるから。老ける原因ってだからシミとかそばかすとか、うん、シワとか。そう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 、そうよ。肌が老けるって一番美容に大敵な話を今日は今していきたいと思います。はい、はいはい、まずさ、日焼けをしたらさ、何をしたらいいかっていうとさ、クールダウンよ。はい、冷やすね。そう、冷やす。もう日焼けってさ、焼けるやろ。知ってる。そう、ご存知でいらっしゃいます。みんな知ってると思うけど、日焼けって焼けどなんですよ。だから、あの、焼けどした時と一緒、冷やさないとダメなの。男の人、濡れへん人、真っ赤じゃない。真っ赤か、お風呂痛いんだから。そうそう、炎症起こしてるからね、お風呂痛いでしょ。で、髪くれてくるでしょ。もう痛いやん。もうあんな鳴る前にしっかり冷やしてください。もうだからライド帰ってきて、あー今日赤くなってしまったなって思ったら、もうすぐ水風呂よ。水風呂、氷入れてもいいくらい。水風呂に入って冷やしてください。多分あの肌も熱持ってるから、うん。で、水風呂入ってしっかり冷やした後は、もう次保湿よ。おすすめの今日一応保湿グッズも紹介しておきます。はい、やけどといえばアロエよ。おばあちゃんによく言われたらよ。アロエよ。これあの韓国コスメでさ有名なね、アロエのジェルなんですけど、ボディクリームな、あのね、ジェルよ。ジェル、ジェルとボレー、そう、めっちゃこうスライドみたいな、トロトロのこんな感じのジェルになってるんですわ。ジェルになってるんですわ。ああ、アロエの含有量が 92% のアロエのジェルなんですけど、っていうかめっちゃあるじゃない、水みたいな感じじゃない。そう、めちゃめちゃあるな。めっちゃジェルなってて、もうめっちゃこれサラサラとか、もうめっちゃ取れてる。ほらそう、めっちゃさ、肌にスーって飛んでるね。馴染みめっちゃいいでしょ、うん、これな、冷蔵庫に冷やしとくねん。いや気持ちいいやろ、うん、ああ冷蔵庫に冷やしといて、いいで、たっぷり入ってるから、もういい、ね、これをね、全身にね、塗りたくってください。清涼感のあの匂いするから、めちゃめちゃスッキリする。すごいすごい。別にこれじゃなくてもいいんですけど、これ結構あのコスメ好きの人には有名よ。何でいいの、保湿がいいって。韓国コスメかな、うん、で結構あのバズったやつ、これおすすめです。はい、おすすめ、買いに行こうと思う。あともう一個私おすすめなの、これメディヒールっていうとこが出してる、うん、パックなんです。このメディヒールのパックって何十種類ってあるんだけど、うん、これの中でも T3 っていう、これも炎症成分、ああ抑えてくれる、そう抑えてくれる成分のパックなんですね。ガッツリ焼けた日ってことじゃん。ガッツリ焼けた日、うん、これ顔はこれでもう決まりよ。ガッツリ焼けたとか、ちょ、うん、そのあんま日焼け止め塗ってなくてここ赤くなったとか、うんうんうん、女子ってワンホー分からへんやん。いや、もうだから外出た日はもうこれよ。あ、そうだから一日結構外に今日いたなとかいう日は、そういうことね。そういた日はもうこれをやってください。じゃあもう走った後は絶対、うん、絶対やってます、ね、これもだから冷蔵庫入れて、うんうん、冷蔵庫入れて何やってます。このね、韓国コスメのパック何がいいってさ、シートひったひたやん。あ、たっぷりなんや、うん、たそう、垂れてくるぐらいひったひたやから、10分ぐらいパックしたら、あの残った液をさ、体中に塗りまくって、塗りまくってもうカスカスなるまで絞り切った後にこのアロエ、そういうことね、蓋をしないといけない、ね、そうそうそう、蓋して終わりみたいな、まあ、ここまでは外側の話ね、お肌の外側からの話、はいはいはい、外側の保湿はもちろんなんですけど、やっぱり大事なのは内側よ。大事ね、内なる美、はい、男の人とかは多分こんなことしないじゃん、塗ったりとか、ね、そういう人に摂取してほしいが、これよ、イエーイ、これよ、トマトよ。もうね、日焼けをしたら黙ってトマトジュースを飲んでください。私は今日これを言いたくて動画を撮っています。そう、トマトジュース、
っていうか、まあ、リコピン、要するにリコピンなんですけど、うん、ちょっと難しい話するんですけど、はい、活性酸素って知ってますか？知りません。私たちは呼吸をすることによって大量の酸素を体内に入れてるでしょ。で、そのうちの約 2% が活性酸素になるんです。で、活性酸素っていうのは細菌とかウイルスを撃退する役目を果たしてくれるからいいんですけど、これが多すぎるとですね、正常な細胞とか遺伝子も攻撃参加させてしまうので、あんまりに活性酸素が中で体内で多すぎると良くないんですよ、うん、紫外線が当たるとこれ活性酸素の量が、ね、多くなるんですよ、うん、皮膚の中の細胞が活性酸素でどん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 生成されていって、シミとかシワとかの原因になるんですよ、うん、はい。でもそれをもっと早くに聞いた20年ぐらい前に聞いた、まあ、今からでも遅くないわ。そうそうそう、だから外側からいくらねあれしても結局中側の問題もあるから、うんね、どっちからもケアしてあげてください。で、内側からはこの活性酸素を抑える成分がある、抗酸化作用があるこのリコピン、トマトを取るといいんですよ。はいはい、このリコピンが含むね、抗酸化成分っていうのは日焼けによって発生する活性酸素を消去してくれる、消してくれるってこと？そう、消去してくれる役割があるんですよ。これはね、ビタミン E にも結構含まれてるんですけど、ビタミン E の100倍すごいね。そう、100倍なんです。すごいね、効果が。リコピン の, 1日ね、取ったらいいよっていうされてる量は1日15〜20mg らしいです。あ、なるほどね。トマトで換算すると大きめのものを2つ1日食べる、うん、大きいの2つ食べることあります？1日毎日毎日私ないな、好きやけどないな。そうそうそう、でトマトジュースやったら、150〜200ml 飲めば、ね、そう1日の摂取量をカバーできるそうなんですよ。の中でもやっぱりリコピンの量が多い方がいいから、うん、今日いろんなトマトジュースを持ってきたので、うん、飲み比べしたいと思います。はい。で、レアンはトマトジュースが嫌いですトマトはね、好きなんですけど、いや、でも多いのよ。多いよね。トマトジュースダメっていう人いるよね。めっちゃ多くない？いや、私大好きやから全然グビグビ飲んじゃう人なんですけど、まあ、そんな人でも飲みやすいトマトジュースがあるから、そうね、飲んでもらおうと思います。はい、はい、飲み比べてみて。じゃあ、ちょっとまずね、ザ・トマトジュースっていうのをまずね、でもこれみんながよく見るねトマトジュース、これやと思うんですよ。カゴメさんが出してる、ね、ちなみにこのカゴメさんのね、私サイトでうわーって思ったが、ちゃんと研究してくれてるんですよ。日焼けした後、赤くなった皮膚を被験者2人並べて、1人の1人は高リコピントマトジュースを摂取した人、うんうんうん、でもう1人の人は普通のトマト類の飲料を飲んだ人で、1日目から28日目どうなったかっていうのを研究したら、なんか結果みたいなのが出てて、それがこれなんですよね。ちょっとここに出すこれ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 すごくない？そう、すごい。1日目したら赤いんですよ、うん、赤いんですけど、28日後リコピンを多く取った人の方がなんかもうシミっていうかね、日焼け跡が全然薄くて、すごいよね。これ見させられたらさ、いや、飲もうって多分なる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 そう、だから日焼けした後でも遅くないよ、トマト取ってたらっていうことを、そう、ね、そうそう言いたいんですよ、私は。さらに言う と,、リコピンってトマト取るよりもこういう加工品の方が吸収しやすいらしい、加工品の方が熱が入ってるから。じゃあ普通のトマトよりトマトを料理した方がいいとか、そう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 、トマトソースとかね。じゃあとりあえず今日振った振ったあ、振らないかな。カゴメのトマトジュースがコップ1杯にリコピンが15〜27入ってる。めっちゃ入れるやん。ちょっと多かったな。めっちゃ入れるやんいきます、はい。飲めんことはないよ。あ、なんかトマトって感じ。あの、ちょっと生臭いようなちょっとだけ美味しいとそうしてる自分で美味しい美味しい全然飲めるないことはない。ライド中になんか飲むと美味しかったりするね。あのキン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 冷えてるやん、あの自販機って、うん、でしかも塩分がさ、やっぱ出ちゃうやんか、うんうんうん、で塩分も取れていいねんな、トマトジュースって。飲まずぎないやったかな。いや、飲んだことあると思うけど、そういう人多いと思う。飲んでみて。そう、これめちゃ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 リコピン。私これ飲んだことないんですか。ピンと当ってくれた。はい、これデルモンテのトマト、めっ
結構濃いね。だから色がさ、そう、色がちょっともう赤茶色みたいな、うん、ケチャップに近い、ドロリドロリ色してる。どう？あー、フルーティーになる。あ、そうなん？ちょっと美味しいかな。美味しい、甘い、酸味ないね、うん、うん、そういうことか、酸味ない、酸味ない。あと食塩無添加だし、いいね。それいいよ、食塩書いてあるから、なんか自然な、トマトの自然な感じが確かにするかも。これはね、だから氷コピーってことで、コップ1杯あたり35から60、あー全然違う、2倍あるから、我慢してこれ1杯飲めば、まあ日焼けとは無縁の体なんで。そう、はい、続いて私がもう激推しの美味しいって思ったトマトジュース、これこれね、めちゃめちゃ美味しかった。伊藤園が出してる理想のトマトってやつ、これさ、考えたなと思ったよ。色さっきと一緒ぐらいかな、一緒ぐらいね、うん、匂いがね、一番あんまりない、うん、あ、どう、美味しいけど、すごいあの、すごいドロッとしない、ドロリがすごい、このジュースっぽい感じよね。え、めっちゃ甘くない？甘いし、ジュースよりっぽい、これ。あー、うん、これがね、コップ1杯あたり、リコピン 28mg って言われて、これも多いね。これトマトジュースもともと好きなんですけど、の中でも私これが一番美味しいなと。まあでもそう、そう、ねやん言うに好みあると思う。好みあるやろね。でも、トマトジュース嫌いなねやんは、どれが一番良かった？これかな、これ出るので、うん、そうね。リコピン率ね。うん。なるほどね。まあでもそれでもさ、どうしてもトマトジュース、子供の時から無理だねとか言う人いるじゃない。いるでしょ。もうそんな人にはもう最後のこれでよ、マヨチュッチュならぬケチャチュッチュをするのよ。もうそれであのリコピン取れるから。ケチャチュッチュじゃなくても、あのほら、あの鶏肉のケチャップ炒めとかさ、いろんなケチャップとりあえずかけまくと、オムライスのケチャップかけまく食べるとかしたらいいのよ。まあケチャップもいいんですけど、塩分が結構あるからな、ケチャップ。そうよね、ケチャップは。まあとにかくジュースがダメって人はもうケチャップを飲むべし。ちょっと待って、ケチャップ、こんなんな、これだけな。わトマトジュース入れて。でもとにかくリコピンを取るようにしましょう、夏場の間は。そう、ダイエット行く前でもいいし、飲んだ、あの、やりかけた後でもいいし、休憩中もぜひ自販機で見つけたら、ね、そう、見つけたらぜひ飲んでみてください。はい。結構いける。美味しい。ということで。中からも外からも行きましょう。そうそう。はい、中からも外からからも。美容と健康にいい皆さん、スポーツ生活をお送りください。はい。ということで。はい。ちょっとこれトマトジュース飲んでみたいなっていう人、あの、いいねボタン。え、取ってしまったわ。はい、これこれ。トマトジュースちょっと試してみようかなっていう人は、高評価と、あとはぜひあのチャンネル登録もね、はい、よろしくお願いします。ということです。また次回。はい。